自由橋のビュー回収後自由橋、またはサバチャーグ橋とは、ハンガリーブダペストにあり、ブダ地区とペスト地区とを結ぶドナウ川に架かる橋である。この橋は、ブダペストに架かる公用の道路橋としては、南から3番目にあり、ベルバーロッシュの南端に位置している。ハンガリー語のソベチャーク、SBTT は、自由、HD、h d は、橋の位。 ただし、ソベチャーク HD と表記すると、ソベチャークの5末の優勢シーンの G が続く HD の無声シーンに同化して無声化するため、実際の発音は、サバッチャークヒード、SBTT、カイ D となる。旧称、フェレンツヨーゼフ鏡、フェレンツヨーゼフ鎖橋、フェーバーム、広場橋、FV、マットリファー ID。自由鏡の長さは333.6メートルで、 幅は20.1メートルであり、4つの橋脚の上には、ハンガリー神話に出てくるトゥルルがあしらわれている。また、橋の両端は、ゲッレールト山のふもとにある、ゲッレールト広場とブダペシュトコルビヌス大学の近くに、ある、フェーバーム広場となっている。1896年8月4日。 式典のためにやってきた国王フェレンツヨージェフ一世教は1894年から1896年にフェケテハージアーノ氏の計画によって作られた。しかし、完成した橋は計画していた橋と大きく異なるものであり、当時好まれた幾何学的な橋の構造である鎖橋を模したものであった。そして、この橋は1896年8月4日に、 ハンガリー国王、フェレンツヨージェフ一世によってペシュト川の兄弟部分のリベットが打ち込まれて竣工され、フェレンツヨージェフ橋と命名された。フェレンツヨージェフ橋は1945年1月16日のラッシュアワージにブダペストから撤収するドイツ軍が無警告で爆破し、崩壊した。橋の掛け替え工事は1946年春に開始され、 1946年7月12日に竣工したウィキメディアコモンズには自由教に関するメディアがあります。ありがとうございます。